おお、完全に引っ越ししたわ。すげえ。幼虫と、もうあれ繭かな。ムネアカオオガリたちのね、最初上にいたのに、この辺、あ、もっと上、ここにいたのにね、移動したんだ、このチューブを通って、完全に移動しちゃった、こっちに。こっちの方がいいかな。おお。こう、口で舐めてあげてね、カビないようにしてるんだって、細菌とか感染しないように。こう、口で舐めてお掃除してあげてるんだね。これは幼虫だね。これも繭だわ。中にうっすらなんか見えるかも、あれの形が。もう生まれてくるな、新しい家族が。おー、すごいなー。やっぱムネアカオオガリといえばこの赤い色がかっこいいね。お腹、これすごいパンパンだね、みんなね。節と節の間が。みんなエネルギーも蓄えて、それ女王並みにでかいな、みんな。どれが女王か、でも女王はもっとでかいけど、上にいるはず女王。あと、こっち側に広がってってほしいんだけど、まだね、広がってってないんだよね。こっち側は。こっちにも来ないしね。なぜか。なぜかこっちには。これ、ここに移動したわ。子供たちの部屋。これからどうなっていくのか。どん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 増えてってさ、早くここいっぱいになってほしいんだよね、ここ。ここいっぱいになってるんだ、すごい嬉しいんだけど。やっぱこんなアップで見れると楽しいよね、あるよね。どんどん増えていくんだぞ。うわー、うまそうだね、プリプリしてる。すげえプリプリしてるね。蜂の子みたいで、ね、美味しそうだな。お掃除してあげてね。わあ、すげえ世話係だ、この子らは。兄弟たちのね、妹たちの世話をしてんだね。早く生まれてこいよって思ってんのが。すごいなあ。こんな近くで見れるの幸せだわ。うわあ、すげえ。この人、触覚ってすごい長いね、アリのね。いいな、触覚の動きが。こうやってお世話してんだね、毎日ね。あっちのところに入ってる時あんま見えなかったんだけどさ、こっちに移動してくれたからすごい見やすくて、めっちゃ嬉しいんだよね。めちゃくちゃ見える。ずっとここにいてほしいな。最初真ん中ら辺にいたんだけどね、ここの真ん中ら辺で、こっちに映ってて、なんか点々としてるんだよな。でも、ここにしばらくいるから、もうここに定住してくれるかもしれない。もしかしたら。ちっちゃい卵だ。持ってる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 。移動してるね。あれは卵だよね、多分。幼虫じゃないよね。卵と幼虫と繭がここに全部あるんだね。すげえ。一括管理だ、全部。あれ幼虫かな。かわいいなぁ。すげえ、一生懸命世話してるね。なんかちょっと泣きそうになってきた。感動してきた。なんか、年のせいかすぐ涙が出てくる、最近。いやー、なんか、一生懸命、あ、なんじゃありゃ！でっけえ！何あの、見た今の。お、こっち持ってきた、こっち持ってきた。何このデカさ。ありがとう、見せてくれたのかな。何このデカさ、マジで。太さが全然違うんだけど。何これ、バケモン入ってんのかな、こんなの。何このぶっといの、女王か。 女王入ったんか。でかい兵隊入ってんのかな。わあ、色綺麗だね。赤い色がすごい綺麗。ほら。見える、わかるかな？モニター越しで。この赤い色がすごい好きなんだよね。俺、ムネアカオオガリの。すごい綺麗で。でっかいの楽しみだね。生まれてくるの。どんなになるんだろう。
じゃあ頑張ってな。今のところはこんな感じということで、またなんか変化あったらみんなに報告するわ。今のところすごいいい感じね、来てるね。大コロニーになるのも夢じゃなくなってきている。おー、かわいいな。いや、綺麗だな、美しいボディ。いや、ほんと女王みたいにでかいね、みんな。みんな女王みたいに爆できるんだけど、さっきのでけえよっちなんだろう、俺すごい、これでかくてびっくりしたんだけど。うわ、楽しみだな、こいつ生まれてきたらすげえでかいだろうな、きっと。まあ、胸かわり自体がでかいからね。これもうみんな女王みたいじゃない。みんな女王バリバリでかい。でも、これ見たら女王みたいなもんでかすぎて、うおっ、ごめんなさいってなるもんね。女王がでかすぎてね。すごいなぁ。やっぱ胸やか大ありいいわ。みんなはアリ飼いたい人いたらぜひね、胸やか大ありから始めてみるのいいかもしれない。初心者の俺でもここまで育てられてるしね、育てるの簡単だし、やっぱ見ててかっこいいからね、この赤い色は。すごいかっこいい。胸赤大割りってだけあって赤いから、いやーいいね、この赤が本当にかっこいいわ。いや、さっきのでかい幼虫もう一回見たいんだけどな。こう定期的に動かして何やってんだろうね。うわーうわー、あれか、さっきのでっか。でもここにあるの太いよね。すごい、こんなでかいの運べるってすごい。あ、やっぱ中にちょっと見えるな。みんなお腹パンパンだね。シロップあげたばっかだから、もう飲んだ、もうめちゃめちゃ飲んだんだろうな。節と節が広がって張り付いそうになったで。パンパンだね。針刺したらチューって蜜出てきそう。すげえパンパン。あ、お掃除してる、お掃除してる。成長が楽しみだわ。よし、とりあえず今のところはこんな感じということでね、順調に育ってます。アリさんたち胸が終わり、いや、すごい見やすいところに移動してくれてよかったわ。めっちゃ嬉しい。戻ってたりしてね、次の日戻ってたらどうしよう。ちなみに上から見るとこんな感じでね、こっち側に卵がたくさんあるね。すごいよな、卵何個あるかな、めちゃくちゃあるな。ちょっとやべ、ちょっと揺らしちゃったからみんなパニクってんな、ごめんごめん、ちょっと待って、ごめん、めっちゃ焦ってんな、みんな。